島津忠国は、室町時代の武将、守護大名。薩摩、大隅、日向守護。島津氏、第九代当主。父は八代当主。島津久志豊。母は、伊藤祐康の娘。子に、友久、辰久、九一、勝久、中行、守る胸、忠広、来久、娘。幼名は虎島る、署名は高久。官職は、修理ライブ。 むつ守る。法名は、大竹玄誉まれ。王永十年に、日向国牧タスクイン高城にて誕生。王永三十二年、父が没したため家督を継ぐ。王永三十四年に、日向の伊藤有立とは牧師。影響二年に、宗州家の島津久し林を討ち取って、島津市を統一した。通説では、影響四年に、 伊藤友立殿は僕が崩壊して再度日向に進行するも、両国では渋谷市、伊集院氏・楽二州を中心とした国一揆が発生した。この国一揆は、両国支配が危機に瀕するほどで、弟の義久を守護代に任じて、その処理をさせたというが、そのため義久が力を持ちすぎたことにより、兄弟間の争いが始まったとされる。ところが、 近年になってこの時に、忠国が隠居したとする資料の存在や、吉久が発給した文書が守護の書式である、書家方式を用いる一方、守護代が発給する文書である、巡行状や、田渡し状が存在しない事実を指摘し、国一期鎮圧に失敗した忠国は隠居して、吉久に家督を譲ったものの、一時的なものと捉えて、家督に復帰して実施に家督を譲ろうとした忠国と、 そうは考えない。吉久の間で内紛が発生したとする、新名和人の説もある。影響7年頃より、川山隆久、北郷智久、新色忠臣、末広忠勝、高木職屋らが重心、国衆を集めて、日向国末吉にいた忠国を報じて、一機を結成し、これに対して、伊作の利久、山田忠隆、種ヶ島畑寺、 伊集院継久は義久を支持する重臣、国衆たちもこれに対抗する一揆を結成した。もっとも、両者は最初から軍事衝突を意図していたものではなく、特に忠国派は、忠国の着難とした次男、安房を後継者とすることを義久が認めるように交渉していた。その後、忠国、義久の争いは、両者の間で一旦は、妥協を見て義久が、 島津市の党首として文書の発揮を行っているが、六代将軍、足利義則の弟大覚寺義明が義則に逆らい、出奔して、島津市にかくまわれていたのを、幕府にご中心して幕名により、柿津元年3月13日自害させた件を機に、幕府が島津家中の争いに介入し、同年12月12日に完了。 畠山も地にが忠田田国に対して、吉久討伐を命じるご教書を下したことから、忠田田国は再び挙兵する。ところが、その矢先、忠田田国が高木職家を吉久に通じたとして、討伐をしようとしたところ、家中最大の実力者にして、職家の親友であった川山高久が反旗を翻して、職や救出に乗り出したために吉久派の総攻撃を受けることになった。 このため、幕府は、各喫2年10月25日に改めて高級自罰の御教書を発給している。だが、新色忠臣らの奔走で、肝付危険中を寝返らせ、河山孝久の復帰に成功した忠久には、文案5年に、吉久を薩摩国谷山に追い詰める。だが、かつての国一揆の中心であった渋谷市一族が、菊池氏、相原氏の支援を受けて、 再び挙兵の動きを見せると、これを危惧した新色忠臣らの仲介で、両者は和睦を結び、家督は再び忠国に戻された。和解後、義久に文家の殺衆家を建てさせた。法徳2年、かつて移住院資料であった石ヶ谷が忠国から町田、高久に与えられたことにより、高久を一族の有力者であった移住院広久が一右事城にて殺害した事件を、 発端として広し9を日越へ追放し居城の一、宇治城を没収、回収し国内支配を安定させた。また、渋谷市や相賀市、その他反抗的な国衆州との戦いで獲得した、出水、悪根などを吉久に譲渡することで、兄弟関係の回復も実現した。ところが、次第に、家中に対して、強権的な態度で臨むようになり、かつて、ただ国を支持する一機を起こした。 重心、国衆とも対立を強めることになる。そのため、長六二年に再び、忠国排斥の動きが高まり、長六三年十月頃に、着難の立球は、新色忠春、河山長久と共に事実上のクーデターを起こし、忠国を、薩摩南部の加瀬田に追放して、家徳を奪取した。失教余儀なくされた忠国は、文明二年に没した。年六十八、 晩年は、琉球への都会を格索していたとされる。没後、立球が後を継ぎ三カ国の死後となった。内紛の過程で、家督継承から排除されたと久が、宗州や三男九一が、伊作や四男勝久が、勝良氏五男中行が、佐古水氏七男忠広が、島津景気入れ氏の、それぞれ祖となっている。このうち、 九一の孫にあたる島津忠義が、遺作、総集両家の家督を兼ね、やがてその系統が、近世島津市へと成長していくことになる。墓は、鹿児島県鹿児島市の副省事、鹿児島県南薩摩市の某の津にある。佐古安国寺務史上などニ位な、2015年、P188 から193ニーな、2015年、P193 から205。 なお、長男の友久は義久派である、伊作の利久の姉を母としており、忠国を擁立した一期は、敵方の血を引く友久を排除して、同志の一人である、新色忠臣の娘が産んだ率9を、後継者として擁したとされる。新居な二千十五年、p 二百五から二百十一点二四八から二百五十二、新居な二千十五年、p 二百十一から二百十八。 佐賀家文書、佐賀氏山と地業委会有所書,書。なお、同書には吉久を再び当初に擁立する動きがあったと記されているが、系府によれば、長禄3年2月に吉久は没したため失敗したと見られる。ニーナ、2015年、P315 から316。ありがとうございます。